するのは増山玲奈&樽谷大輔さんです。お二人は我々の侍の旅、先日第77回カンヌ国際映画祭で公式プレスとしてレッドカーペットを取材してまいりましたね。はい、そうですね。1段目、2段目は写真家、はい、4段目はテレビのプレスとして我々が行かさせてもらいました。はい、そして様々なセレブの皆さんと一緒に、公式披露上映会というのも開催しておりまして、ウエストイースト国際上映会、開催しております。はい、興奮しましたね。はい、そうです。ここでも侍賞をさせていただき、行ってみたいなと思った方、はい、次は9月、8月末からベネチアで世界三大映画祭もう一度行ってきますので、行きたいなと思う方は一緒に行きましょう。ここで私たち賞をやったり、17作品、インドや、イギリス、中国の作品も含めて上映をしてまいりましたね。そうですね。こちらの方はちはやぶる神の国、やはりですね、将軍の大ヒットがあるので侍がめちゃくちゃウケるんですよ。そうでしたね。はい、とてもウケました。私の方は明智光秀役ですね。はい、こちらがですね、本日紹介させていただきましたビバシスターズの一部ご紹介させていただいております。原めぐみさんが魔女役を演じました。美穂監督も本日来ておられます。本当素晴らしい作品になりまして、舞台挨拶もしていただきましたね。そうでしたね。こちらはトニー・スタッフさんも来てくださって、はい、私の友人で来ていただいて、はい、一緒に侍の稽古もさせていただきました。でこちらは私たちが今世界で取り組んでいる作品の一つ、広島の原爆を取り上げている貞子の鶴です。そうです、貞子の鶴、こちらの方はとても悲しいストーリーなんですけども、貞子さんが12歳で亡くなるまで折り鶴を折ったというストーリーを現代にタイムスリップした映画なんですけども、デヴィ夫人も声の出演を先ほどの要請の中でされております。なんと国連大学の、平和大学の学長さんとも一緒に上映会をして、さまざまな国で上映をさせていただいて、やはり日本から平和の心を届けるということが我々侍のミッションでありますね。貞子の折り鶴のレプリカは去年 G7 広島サミットでも各国首脳陣に届けられました。それと同じものを私自身もローマ教皇に届けております。すごいんですよ監督、3万人以上の方がローマ教皇に会いたいということがあるのにもかかわらず、直接、対面されて、そして思いを伝えてこられましたね。はい、唯一の被爆国である日本、絶対核兵器廃絶、これはミッションとして侍のミッションだと思っておりますので、広島、はい、あの平和記念公園にこういった原爆の小僧がありまして、実際の甥っ子であられます、佐々木雄二さんとも一緒に活動をさせていただいております。映画にも登場しております。映像です、ご覧ください。同じ地球に生きているすべての人たちが平和な思いを持てますように、そういった思いで本日もパフォーマンスをさせていただきます。ソフィア、
の声竹の香りこの世のため響かせろ太鼓の音悲しみ